よろしくどうぞ。お久しぶりぶり。純同士ウォリアムさん、本日セクション21、その前にお詫びとございます。前回離婚のリーの発言についてお詫びするのではなく、あそこヒアードと発音してました。深くお詫びします。天の声発音して。はい、らしいです。天負けではヒアードでした。デーモンが授業終わった後階段を降りていくところでにこやかに、さっきお前ヒアードって言ってたねと、これが離婚の理の復習でございましたので、一応お伝えしておきます。デーモンにテロップ入れてねって言ったんですけどね、覚えていたらということでしたけど、デーモンは覚えていなかったということでね、最近お風呂に入って頭洗ったかどうかも忘れてるらしいです。以上です。さあ報告、今日のデーモンの報告でした。さあそれでは行きましょうか。今日はING 復活、私ね、また復活、ING やってましたね。ING 講師としてまた復活、嬉しいですね。本日で、ね、来ます、ING 出てきてますよ。ですか、ING ね、覚えてる？私は NG 講師やりましたからね、あの出会いね。さあ、実際今日は何か言ったらね、ING 前やったん、同名詞やりましたね。同名詞、もうこれはもう忘れた人はもう動画をまた見てね、高評価、高評価ですね。そして、同名詞っていうのは、動詞を名詞的に使うためにということで、そうしましたよね。だったら残りは動形容詞、動副詞と名付けるはずだろうが、まあそこら辺は分詞と呼んでいるということで、それは私は知りませんよ、知りません。まあ動形容詞ってまあ呼ぶ人は呼ぶんじゃない、でもまあ分かんないけどね、分詞って呼んだり分詞構文で、これなんか鳥肌じゃないの、これ分詞構文でも点々の記憶では分詞構文っていうのは聞いたことはあると。その代わりなんやねんって言いました、学生時代なんやねんと、そのシャーマと、いろんな意味持ち上がってと。で、まずいろんな意味のその日本語の漢字がよくわからなかった。その意味がわからなかった。また今度やろう。ということで、ややこしい話は混ぜない。ね。ということで、簡単やった同名詞は一旦忘れて。で、嫌な分詞構文もバイバイして、今日は超嬉しい形容詞的用法と理解しましょう。いいですか？トゥー不定詞であったね。名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法の今日は形容詞。形容詞って天の声何？形容詞は名詞、名詞を修飾。黙れ。SVC の時にこの S と C イコール関係になる時にまず使われることもありましたね。ここには B 動詞がよく来ておりますよというお話ですね。そして名詞を修飾するというところのお話ありましたね。こんな感じの2つ、いいのかどうか知りませんけど、まあ形容詞ってこんな感じだから形容詞的用法っていくから今日はこんなことが出てくるのかなというイメージでございます。ここまでよろしいですか。はい。そしてここになんかもういきなりもうね、高級感を先に持っていきたいので、今日は分詞という時にこのね、現在分詞といういわゆるね、 ING ちゃんですね、 ING ちゃんを使うものと、これは何、 PP ちゃんだよな、なんかしないけど ED ちゃんで書く人もいますけど、だってね、そんな ED じゃないのいっぱいあるのにね、そんな言われても困りますから PP ちゃんで呼んでいきましょうか。まあどっちもいいんでしょうけど、いいですか。この過去分詞、現在分詞の話をしますけど、まずこの現在分詞の方を今やっております。いいですか。そしたら天の声どうぞ。 Boy is playing in the park。 いいですか。そしてこちら、 The boy playing in the park。 どうですか皆さん、気持ちはどんな気持ちですか。ああと、まあ点々は全然違うと思ってますけどね、点々はあのね、あのこれなんかたくさんで遊んでるんやなぁと、あこれをなんか一人で遊んでるのかなとかね、危ない男ですよ俺ね、わかんないよ、そういう意味じゃおかしいですね。点の声これどういう意味ですか。公園で遊ぶ男の子。ほう、こっちは公園で遊んでいるその男の子。聞いた、遊んでるみたいな感じと遊んでいる、この違い、どっちか言ったら皆さんは ING っていうのはいる、何々しているの方が今までやってきた感触あるんじゃないですか。なのに天の声今度何て言った。公園遊ぶ、遊ぶと言いましたね。つまりそこら辺がこのモノグラマーちゃんに上品に書いてくれているね、このね、しているとするってこう書いてくれてます、ここに書いてあることですけどね。この違いでこれ天の声どういうこと、このボーイズっていうのは複数形。いやいや、もうちょっと先なんか違うこと言ってたやんか、デーモンが。総称ですね。だからもうこのいわゆる少年たちみたいな、少年みたいな、その誰かで特定してないですね。これはもうザーまでついてますからね。もうその少年ですよ、その少年。その少年がもうまさにしていますやけど、これはもうただ単に
少年言うてんねんから、誰やねんと、その知らんし、もう見えへんし、え、してるかどうかも知らんから、もう一般的な話ですね。だからいちいち今してるかとかじゃなくて、一般的に、だからこれはスルッと訳せばいいと。で、このようなことが出てくるってことは一応上品やから伝えましたけど、まあ基本は日本語の雰囲気で、まあ、ね、9割ぐらいこっちかなとか、ね、できるだけこっちかなとか、まあ言葉で合わせてくれたらいいんで、まあ、濃度っていうふうな言葉書いてくれてますから、まあ今日は濃度。え、そういうふうに捉えてくれたらいいんで、まあ、この2つを選んでくれたらいいと思いますので、そしたら最後、このね、現在と過去、現在分詞、過去分詞をちょっと見比べて、どんな感じかということで、本日はあっさり終わりましょう。はい、サクッと参りましょう。サクッと吐いてんの声どうぞ。あ、スリーピングキャンプ。なんか ING 来てるね。はい、その次は。A girl standing at the gate。ね、まあ、まずここにイライラする人は減ってきた。ね、このね。何でも名詞が後ろにおんねんとかね、名詞が前におんねんとかね、この辺のお話ですね。で、アート挟みやがってとかね、こういろいろ思いますけど、これ、どういうことなってんのこれ。眠っている猫。うん、そこ聞いたんじゃなくてね。ということで、まあ、眠っている猫でいいんだけど、ね、これはね、眠っている猫ですから、猫を就職してるわけですね。はい、いいですか。だけど、これ何個って言われたら、いちご。ね、おいしいいちご。ありがとう。ね、ストロベリーちゃん構文って誰かに、今からね、いちごですね。これは言ったら、これ何個なんこれ。2号以上数えるみたいなあ、いうことでね、もう4つあるのかな、知らんけどね、この塊できてますね。で、よく書かれているものはやっぱ2号以上は後ろに行くよとかね、1号は前だよって書いてありますけど、まあモノグラマちゃんそこでもね、驚きのセクション32をね見てちょうだいとか書いてますから、これはねちょっとね、最近 YouTube でね、ある動画を見て学んだんやけどね、それは言いません。最近なんか全部言いすぎてこの本買わないんちゃうかというね、疑惑が生まれてきましたから、そこは言いませんけど、そこに深いことを書いてましたんでね、だからちょっとね、完全に間違いではないんだけども、まあ1号でも後ろからかかることはあるよということで、まあ2号以上のものは後ろに行く、これは間違いないですけど、1号やからないとかいうのはね、もうそのストロベリーに謝ってください。1号も後ろから来ることもありますので、まあちょっと例外的な話ですけどね。まあ、一応押さえておいてください。2号以上は後ろから就職します。ね。さあ、そしたらこれは ING やねんから、もう一回手の声なんて訳したん？眠っている。いる。猫。ね。眠っている。猫。で、これは？門のところに立っている少女。立っている少女ね。まあ、やっぱりほとんどこれですね。こんな感じですね。さあ、サクッといきましょう。じゃあ次はこれ。A broken vase。ね。また。一応。だから前にいるからって感じですね。で、これは ?The language.Spoken in New Zealand。 いいですか、これはもう塊でドーンと来てますね。2号以上ですね。これどういう意味ですか、言ったらニュージーランドで話される言語ってなってますね。いいかな。ということで、もうやり方分かったね。されるみたいなね、されたみたいな。で、ここも結構ね、触れたらダメなんだよ。触れたらダメけど触れてしまった。されるされたの違いね、さっきのこれと一緒でね、結構研究中で難しいということですので、まあ難しいことはね、触れない方がいいんですけど、まあ、さっき出てきたようにね、限定してる言葉だからとか、そうじゃないからとか、その可能性もありますしね。で、あとはまあ、点々はもう普通に習ってきたのはね、この、やっぱりこの、PP ちゃんね。これさっきデーモンが言ってて面白かったけど、これね、PP とモノグラマー書くと、ね、VPP って書く人もいるけど、ということで、でもね、VPP とか、これ、動詞に見えるやんけ、とね、点の違う、デーモンが遺言のように言ってましたので、伝えておきます。いいですか ?VPP ということで、この V をつけると動詞に見えるやんけ、とな、この形容詞的な働きちゃうんかい、ということですから、まあ確かにね、モノグラマーちゃんは PP と書くというふうに言ってましたので、この V 消してみましょう。はい、PP。いいですか。ということで、この、される、されたの違いっていうのは、まあよくわからないですけど、まあ、ただ、学んできたのでね、現在完了とか何とか完了でね、完了って言ったらなんかね、こっちかな。で、受動体っていうのはこっちかなっていう感じがありますから、まあ覚え方としてはやっぱり両方ともやってきたんで、両方の意味を持ってるんかなって感じで、まあうまいこと訳してくれたらいいと思います。ここまで行きましたか？ということで、もう一回、ING が現在分詞と言います。何々しているとか何々するですね。そして PP の方は過去分詞と言われまして、されるとかされたということで、まあこの二つを押さえて、一応名詞を修飾する。このパターン一つ終わりましたので、形容詞的用法ということはもう一個ありましたね。それは最後、さらっとやって終わりましょう。はい、それでは今から、恐怖の世界に突入いたします。いいですか？先ほどまでは爽やかでしたけどね。まあ、この SVC がね、この S イコール C の関係っていうね、これはね、前置詞にも嫌いって言いましたけど、まあ、ここも本当は嫌いですから。若干嫌いですけど、確認だけしましょう。天の声、言ってみましょう。He kept standing. どういう意味？彼は立ったままでいた。立ったままでいた。立って。で、これは？Julie sat singing merrily.
え、メリークリスマスって言いますね。メリークリスマスの意味何って言ったら知らない生徒多いですね。どういう意味ですかこれ。ちょっと綴りは違いますけどね。はい、陽気に、陽気に、楽しいとか陽気に、これ陽気に、どうぞ意味は。ジュディは楽しそうに歌いながら座っていたって感じですよね。で、そう言われた時にこのこいつとこいつがイコールだと、楽しそうに歌ってんのがこいつだ、だからイコールだみたいな感じのイメージなのかな。そしてこれは彼が立っている、立っているのは彼だ、だからイコールだって感じなんでしょうけど、まあそんなになんかなんかやっぱちょっと気も、まあええけどね、ええよ、ええけどなんか嫌だなって気もしますので、どちらかと言ったらね、まあ確認ですけど、ここの部分に来るやつっていうのは基本的にさっき She is beautiful とかやってきたわけですから、まあ be 動詞が来てイコールだってことはよくやってきたわけですからね。基本は be 動詞、つまりこいつらぐらいはもう点々の頭の中ではね、もうこの教室の中で点々は立っているね、デーモンと天の声は座っているというこの状況を説明しているだけであって、まあ存在しているわけですよ。で、結局はそのここのことよりもこっちのことが今ね、言いたいかなって気がしますので、まあそういう文章としてこう書くことがあるので、まあ基本は B 同士と同じような感覚だと思っていただいたときに、この関係が成り立ってるのかなぐらいでいいと思います。で、キープとかしていいっていうのはちょっとね、目的語を取るような意味合いでよく使われるから、まあその B 同士という意味よりはっていうふうに捉えられる時もあるから、それあった時はどちらかこれ同名詞に見える時もありますからね。だからね、三角って書かさせていただきました。もうデーモンは首かしげてましたけど、三角です。つまりこんなん思んない、もうこんな問題を出すやつの神経が信じられへん。え、だからもうこっちだけ出せ。え、もうね、全国に物申す。え、もうこっちはもう感覚ね、感覚、知覚同士と一緒で感覚やねんから、もうそんなこともごちゃごちゃ言うのも気持ち悪い。もうどれが正解とかない。え、ということで正解いきましょう。こっち行きましょう。なあ、なあ、手の声どうぞ。 The treasure remained buried。 どういう意味？その宝は埋められたままであった。ガン読みしてるな、男。え、宝が埋められ、埋められ、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 埋められる、埋められる、られる、埋められる、ままだった。ままだった。ですか？ままだった。で、こっちは？彼は逮捕されてしまった。いやいやいや、そんな風に言わんでしょ？デーモンが逮捕されたらなんて言うん？てか先生、デーモンが。逮捕されて、しもた。下手くそですね。ニシアンでよ、ニシアン逮捕されてもうたわーみたいな、え、関西ではモーターね、ゲットもらうモーターってことで、それでね、モーターワー、もうワーまで使いましょう。モーターワー公文ね、これワーね。え、しかもニシアンが逮捕されてモーターワー公文、いいですか。ということで、ここゲットできたっていう話もおかしいですけど、ここね、実際 B 動詞も来ますけど、はい、何が来るの。 Look sound ね、ご関係ね。そしてget, become, keep, stay ね、keep, stay、 さっきも出てきてましたけどね、この辺が使われます。ここはね、結構幅広です。で、これはね、結構限定されてるか、まあ備えにって感じですねと捉えてくれたらいいんで、まあ結局ここは、まあ下げたね、三角で言いましたけど、備えにですから、まあ出てきてたら、はいはいはい、いつものねという感じで、もうそんなに気にしてません、皆さん。もう普通に座る、ね、立つ、横たわる、何でもいい、もうそんな感じで適当に言ってください、いいですか。で、下側はしっかりね、たくさん出てきますから、まあただ、ね、現在分詞ってのは能動、過去分詞は受動っていうことで、まあこの意味ね、こっちの意味、している、する、される、された、ここだけ押さえといてくれたらいけると思いますので、しっかりやっていきましょうね。で、最後ね、この分詞構文っていうのはね、まあ未来でやりますけど、また副詞的用法って感じで来ますから、まあさっきも言ったように、この名詞的に捉えたり副詞的に捉えたり、やっぱ ING っていうのはやっぱり NG なんですよ、こいつ自身がね。ということで非常に難しいんですけど、まあとりあえず今はね、肩にはめてそのパターンの中で一旦理解して、でもうちょっと余裕が出てきたらどうなんかなと考えてくれたらいいと思いますんで、今日のところはまず形容詞的ね、形容詞的の分詞をやるとやりましたんで、いわゆる ING の形容詞的用法と捉えていただいて、現在分詞、過去分詞、ここを押さえたということで、しっかり復習しておいてください。チャンネル登録とね、高評価ね、最近言ってなかったから、ぜひよろしくお願い。